吉浜を発車する森行き列車回送前の駅舎吉浜駅は岩手県大船渡市三陸町吉浜にある三陸鉄道リアス線の駅である。日本国有鉄道整線時代は終着駅であった。駅の愛称は吉品アワビの海。古くから高級食材として知られた当地特産のアワビ、吉浜アワビに由来する。 短式ホーム一面に一線を有する地上駅。駅舎は、喫品センターを併設しており、大船都市出張所、集会場がある。また、切符売り場の窓口と思われる場所が残っているが、現在は、無人駅となっている。駅舎外壁は、東日本大震災の運休からの復旧に合わせて、ネスレ日本共産で、きっと、ずっとプロジェクトにちなむ桜の花が、 前面の壁面いっぱいに桜の花が描かれた。同様の装飾が施されている、田野畑駅とは、模様が少し異なる。2019年度の年間乗車辞任は4,601人で、ある。2013年3月17日、テレビ東京の特別番組、志村健と行く、勝手にドッキリ感動旅、の企画が縁で、番組で訪れていた。 志村県は4月3日の営業再開時に当駅の非常勤駅長に就任した。当駅には駅長姿の志村の等身大パネルと志村箱なる目安箱を設置。また駅前にも志村の発案により桜色の歩道橋が設置された。2020年3月29日に志村が成居した際には当駅にも献花台が設けられた。ありがとうございます。